ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えっ、ー、と、今回はですね、同じ EC2 インスタンスにデプロイ、カッコフラスクサーバーについて解説していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、今回の内容なんですけど、まあ、前回と同様でフロントエンドとバックエンドを組み合わせたものをデプロイするよっていうので、まあ、前回は同じ EC2 インスタンス上に あの、フロントとバックの別々のサーバーを立ててアクセスしてたんですけど、今回はですね、一つのフラスクサーバーで立てて、まあ、フロントとバックを連携させたものをデプロイしていく方法について解説します。で今回の流れなんですけど、こんな感じですね。まずサービスの構成図。で、インシツインスタンスと VPC 作成。で、インツに接続。もうここまではもう何回もやってる流れだと思います。で、フロントエンドのビルトですね、次に。で、そこからバックエンドサーバーの起動について解説していきたいと思います。 データサイエンス研究所。はい。それにはまずサービスの構成図なんですけど、これは前回の内容ですね。同じ EC2 インスタンスで別のサーバー。一つの EC2 インスタンスなんですけど、まあ、80番でアクセスすると、まあ、フロントとバック連携したやつ。で、5000番でアクセスするとバックエンドのサーバーにアクセスできるように、こう別々のポート番号で別のサーバーの内容にアクセスするようにしてました。 はい。しかしですね、今回は同じ EC2 インスタンスで、まあ、一つのですね、EC2 インスタンスで、フラスクサーバー、ま、いわゆるポート番号80番で、のみ、あの、フロントとバックのやり取りができる、そのアプリにアクセスできるようにするような構成にしていきます。はい。それでは EC2 インスタンスですね。EC2 と VPC の作成やっていくんですけど、もう今まで通りですね、EC2 から EC2 行って、で、あの、インスタンス起動させて、で、名前適当に入れて、下にスクロールして、 で、キーペア、あの、作ってなかったら作って作ってたらもう既存のやつで。で、下行ってもらって、セキュリティグループには SSH と HTTP ですね、の許可をしておきます。次に VS コードですね、EC2 の接続やるんですけど、これもいつも通りですね、リモート SSH。まあもう今の、今回の授業まで行ったらさすがにインストールしてない場合はないと思うんですけど、で、このアイコンのとこ行ってもらって、これですね、設定のとこを押して、設定を押すと、このコンフィグファイルが出てくるので、そこに、 c 説インスタンスの内容を書いていきます。コンフィグファイルに。これですね、パブリック IP アドレスはこの部分書き換えて、で、キーのパス、こ,こを書き換えてください。で、このプラスのファイルボタンを押せば、あの、実際に VS コードに接続することができます。で、このターミナル上にコマンドを打っていろいろやっていきます。はい。それではですね、フロントエンドサーバーの起動をやっていくんですけど、まあ、ソースコード、あの、いつも通りダウンロードしてください。あの、ダウンロードしてくださいっていうか、まあ、コピペして一緒にやりたい場合は、あの、ソースコードをダウンロードしておいてください。 まあ別に見るだけでもいいんですけど、まあコピペしたい場合だけダウンロードしてください。で、今回は、これですね。4の EC2 ビューのフラスクのフォルダの中にある、この4の2の sameflask.markdown ファイルの中身の内容に、まあコマンドとかが書いてあるので、コピペして、あの、一緒に実行したい場合は、これを参考にしてください。はい。それでは実際にノードを、あの、インストールからやっていくんですけど、もうこれも前回とか、まあ今まで何回もやったやつなので、さらっといくんですけど、まあこのコマンドですね。ノードをインストールして確認。 っていうのをやっていきます。はい。ノードインストールのやつやっていって、最後確認して、これですね、バージョンが出てきたら、ちゃんとインストールできていることがわかります。はい。続いて、ビートプロジェクトなんですけど、これも前回同様ですね。あの、ビートプロジェクトでフロントエンドっていうのを作って、フロントエンド行って、で、NPM インストールと NPM インストールアクションスですね。これはあの、バックとのやり取りに使うやつです。で、これを打っていくんですけど、まずビートプロジェクト作って、で、次にフロントエンドに行って、NPM インストールと、あとは、 npm install actions ですね。これで準備完了です。で、ここまでできると、これですね。フロントエンドフォルダーができてると思います。はい。そしたら次にですね、app.view の内容を変更するんですけど、まあ、前回と同じですね。これ、テンプレートの中身は Hello World と、レスポンスだけを表示しますで。このレスポンスっていうのが以下で、あのー、あれですね、定義するやつなんですけど、まあ、バックエンドとのやり取りで返ってくる内容を表示します。で、このスクリプトの中身でレスポンス定義するんですけど、 まずはバックとのやり取りをするアクシオスインポートして、で、データにはレスポンスっていうのを定義してます。はい。まあ上で表示するやつですね。で、このマウンテッドのところにあのバックとのやり取りが書いてあって、アクシオスのドットゲット。この部分が前回と違う内容になります。スラッシュ API のスラッシュメッセージにアクセスすると、まあこれバックエンドでこれにアクセスするとデータが取れるように設定します。後で。で API のメッセージにして、で、これですね、ゼンとキャッチは、まあゼンはこれディスドットとレスポンスで、 ま、あの、受け取った内容をデ i s r e s p o n s e に入れると。で、このデ i s r e s p o n s e はここに対応してて、まあ、上で表示する内容に対応してると。まあ、つまりバックから取ってきた内容に、を response に入れるってだけです。で、エラーした場合はこれエラーコンソールに書くんですけど、これ別に気にしなくていいです。はい、そしたらですね、この内容を実際に、このフロントエンドのソースのプド p v i e w の 中にコピーしていきます。コピペですね。まあ、もともとはこんな内容になってます。app.view の内容。こんな内容で書いてあるんですけど、さっきの内容をきっちりコピペしてください。はい。で、ここまでできたら、app.view の、あの、準備完了です。はい。それでは続いてビルドしていくんですけど、まあ、ちょっとバックエンドとやり取りする場合、準備が必要で、このフロントエンドのところに beat.config.js ファイルを作成してください。で、内容はこれだけです。 はい。こんな感じですね。ファイルの中身。beat.config.js のファイルの中身こんな感じ。で、こんな感じで、あの、フロントエンドのフォルダの中に作ってもらって、で、npm run build で、あの、実際にビルドファイルを作ります。そうすると、これですね、ディストフォルダーが完成します。はい。そしたらですね、続いて、バックエンドサーバーのやり取りのために、バックエンドサーバー起動するんですけど、まず仮想環境の構築ですね。まあ、今まで通り、Python の仮想環境を作って入って、flask と flask restful と f l a s k f o r c それぞれ入れると。はい。カレントディレクトリーどして、 仮想環境作って、中に入って、ピップアップグレードして、で、あの、フラスクインストールして、フラスクレストフルインストールして、で、フラスクコアズをインストールするっていうのをやります。はい。そしたら続いてですね、api.py っていうファイル作っていくんですけど、まあ、こんな感じになってます。はい。まあ、前回と結構似ている部分あるんですけど、ちょっと違う部分があって、まずここですね。app イコールフラスクの中身はいつもこの、 ネームだけだったと思うんですけど、このスタティックフォルダにフロントエンドのディストのスタティックって入れてもらって、テンプレートフォルダーにフロントエンドのディストっていうのを入れておきます。はい。これがさっき作ったフロントエンドの、あれですね、ビルドで作ったディストファイルの、まあ、スタティックフォルダとデルダ、ね、ディストフォルダですね。d i ストフォルダのスタティックフォルダと、フロントエンドのデ i ス t フォルダ、それぞれ選択してもらって、でですね、ここの api.addresource の部分には、これですね、api のメッセージっていうのを入れていただきます。 で、あとはこの辺でちょっとルーティングの設定やってもらって、これインデックスでいろいろやってもらって、で、最終的にポート80番でこれを起動させます。はい。そしたら実際にサーバー起動させるんですけど、これですね。須藤のシステム。あの、もしサーバー起動してたら、HTTP サーバーですね。もしなんか同じ、今までやってたやつと同じサーバーとかで試してやってたら、HTTP のサーバー立ってたりするので、まあそれ止めてもらって、 で、須藤の弁ン便 Python の api.py で、あの、起動させてください。はい。そしたらですね、あの EC2 インスタンスの、あの、普通に IP アドレス、パブリック IP アドレスにアクセスしてもらうと、こんな感じでハローワールドのレスポンスの内容が、あの、見れます。はい。そしたらこれでおしまいなので、インスタンス終了させて、準備 OK です。準備っていうか、あの、終了になります。 はい。それでは最後まとめですね。今回は、同じ、あの、8個目ですね。フロントエンドとバックエンドのデプロイで、同じ EC2 インスタンス上で、まあ、フラスクとビューでやり取りさせて、フラスクのサーバーのみを立ててアクセスする方法について解説してきました。はい。いかがだったでしょうか同じ EC2 インスタンスにデプロイ、カッコフラスクサーバーについての解説。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントでぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。